Hold my hand in the dark light. We're fighters, we won't surrender now. We know. 埼玉県東松山市にありますライブカフェレトロポップ食堂のオーナー高田小太郎です。お願いします。お願いします。ここは僕が、アメリカのカントリーとかがすごく大好きで、カントリーの酒場、ちょっと古びた汚いなんか店内の風景だったりとか、そういうのがすごい好きで、木の感じですね。そういうのをイメージして、ちょっと木の内装には、ステージなんかもそうなんですけども、そういう内装にしてて、あとはこの、オレンジの明かりとかであったかいものを出してるので、そういうちょっとなんだろう、あったかい酒場みたいなのをイメージしてます。音楽がメインっていうよりかは、音楽を聴きながらご飯とか美味しいお酒とかを楽しんでもらうっていうのが、第一にはありますね。みんなでもうこの辺とか、相手向こうにも全然知らない人が座ったりもするんですけど、それちょっとグワー乾杯とかやったりとか、もうそれで音楽もバー盛り上がったりとか、そういうのが理想的なので、これもステージですね。ちょっと形が微妙なんですけどそう、これはもともとここができた当初はついてなくて、後から僕の父がつけたんですけど、テレビの昔のテレビのブラウン管テレビかを枠でイメージして、そのテレビのライブを見てるような感じでつけたかったみたいですそう、ここからそのベースまでがそうで、あのギターはロックスターの佐藤泰治さんっていうシアターブルックっていうバンドをやってる、方がいまして、その人のギターを僕の父、ギターショップやってるんですけど、がもう譲ってもらって、でここに飾ってるっていう感じですね。すごいっすよ、ギター。このギターアンプだったり、ピアノドラムとか、あともっと言えば、だからこのメインのスピーカーのアンプだったりとか、その辺も全部僕が決めてやってます。ここずらーっと、あと下にも何枚かあるんですけど、結構東松山のレトロポップ食堂っていう土地にプロのアーティストの方も来てもらってて、その方々のサインがずらーっとあるような感じですね。もう僕らの世代で言うと、やっぱ僕も中学からギターを始めたんで、その辺の世代だと、やっぱ今じゃあ向こうにあるけど、青いベンチのサスケさんが来てくれると思わなかったので、めちゃくちゃやっぱり嬉しかったですね。あとはもう大御所っすよね。さっきのギターの佐藤泰治さんと、あとベーシストのケンケンさん、ではこっちは上野浩二さん、ミシェルガンエレファントっていうバンドの上野浩二さんだったりとか、もうずらっといろいろとありますけどね。多摩の石川浩二さん、最近だとウルフルズっていうバンドの、ギタリストリーダーなんですけど、ウルフル圭介さんがもう、先月末ですね、6月30日に来ました。さっきから多分ちょろ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 してたけど、息子です名前は何年生？1年生。1年生になったって。将来音楽やりたい。今何が好きなの一番？パパって言うんだよ。折り紙。折り紙が好きなんだそうなんだはい、ですって。どれがおすすめですかとか言われるんですけど、僕自身が酒飲めなくて、そうだからほぼほぼジャケ買いなんですよ。そうで、ただもう音楽的にアイリッシュ音楽がすごく僕が好き で、ハイボール、ウイスキーなんかはこれメインはジェムソンっていうアイリッシュウイスキーっていうのをメインでは使ったりはするんですけど、あとはもうほぼほぼ、メジャーどころだったりとか、ジャケ買いですいや、だからそれもなんかカントリーとなんか似通ったところがあって、みんなでその
アイリッシュの音楽を向こうでバチバチやりながらこっちでもう気軽にもう酒飲みな交わすみたいな、そういう雰囲気があるんですよ。やっぱりアイリッシュ音楽をやってるなんか酒場とかもやっぱり高円寺の方とかあったりするんで、たまにそこ行ったりするんですけど、楽しそうなんですよね、やっぱ雰囲気が。そう、その雰囲気が好きで、これは今 SNS とかですごく話題になってるんですけど、葉っぱの切り絵リトさんっていう方にもう何年前だろうな、多分2021年とかに作ってもらったものなんですけど、そうこれ今さすがに葉っぱ生もの噛んじゃったごめんね、生のものだから腐っちゃうから、これガラスにプリントしてあるものなんですけど、本物の葉っぱを、こうやって切り取ってやってもらってるんですよ。これはですね、実は僕もホリデーバンドっていうバンドをやってまして、でそれのジャケットをこれ使いたくて作ってくださいっていう風にお願いしたんですよ。で、まあ、できたのがこういう、まあ、空のレストランっていうアルバムなんですけども、ここに、まあ、空にレストランで、これレストランなんですよ、動物たちがそうレストランやってるところなんですけども、それを作ってもらって、で合わせてこっちも持てる、これ僕らの今のホリデーバンドのロゴなんですけど、それも葉っぱの切り絵で作ってもらったものです。これはですね、ダメ、そうすみません、これはですね、レトロポップのオリジナルのサコッシュになります。これが レトロポップのロゴなんですけども、猿のギター持ってる猿と、それを、プリントしてもらってバッグにしました。これが、ね、そうそう、これね、チラシ、こんな感じで使いやすいんですよね。そう、あとはこれホリデーバンドのグッズになるんですけど、まあ、T シャツですね、3枚今ある。そのうち多分レトロポップのグッズも作ると思います。 Well, I'm poor, I'm broke, I'm living free. カレーを作っていきます。作っていくっていうかもうできてるけどね。そう、一押しです。これだけはもうここができた当初からレシピはほぼほぼ変わってないもん。肉は変わったんですけどね。肉もともとブロック牛のブロックを使ってたんですけど、ただやっぱり子供食堂とか始めてそれだと噛めないっていう子もいるんで、だから牛のバラ肉に変えたんですけど、味はほぼほぼ変わってないですね。僕自身が辛いのがダメなんですけど、だからっていうのもあるし、まあ、辛くしようと思えば辛くできるんですよ。でもこの状態で、辛口が好きな人ももちろん子供、甘口が好きな子供もみんな美味しいって言ってくれるカレーを目指して作ったのがこれなんで、もともと若干辛かったんですよ。まあ、基本的にこのビーフカレーっていうのがベースになって、そこに、まあ、オムライスカレー、オムライス、ケチャップ、ご飯、チキンライスに卵 でカレーをかけてとか、そういうのがあるし、あとは今だとこの夏野菜っていうのを使った夏野菜カレーっていうのもあって、それはねむしろ辛口にしてるんですよ。そう、あとはそのお子様カレーっていうのもあります、まあ、単純に量が少ないだけですけど、あと男はみんな大好きカツカレーじゃないですか。うちはこれ僕がアウトドア好きなんで、専用のというかアウトドアでよく使われてる、まあ、フライパンなんですよ。これスキレットっていうもので、僕がアウトドア好きだから結構アウトドア製品とかのフライパン使ったりしてるんですけども、これロッジっていうフライパンだったりとかして、でうちではこれでご飯は出してます。でご飯もこだわってて、これね、豆とか入ってるんですけど、16穀米を使ってます。これなんか理由っていうのは、
健康じゃないですかね。ね、美味しいし、多分あの16穀米ってなんか味どうなのとか言う人もいるんですけど、別に味大したこともないんで、そうですね。別に普通に食べられるし、豆で食物繊維も豊富で健康になれるっていう。あとは見栄えがいい。やっぱ白米よりもなんか色ついてたご飯の方が見栄えはいいんじゃないですか。そう、そんな理由です。はい、こんな感じでカレーかけて、まああとはね、カレーって言ったら福神漬け、この茶っこいのを使ってますけど、ちょっと福神漬けで、あとはこれあのフライドオニオンっていうの、これで食感も出るんで、はらりとかけての、あと若干のハーブでオレガノっていうのをかけてます。一番こだわってるのがこのスプーンで、シャベルで食べてもらうんで、これでこれで完成です。美味しそうですね。Took a heavy dose. Now he's all alone. Gas station hot dog. おいしい。うちは割とあのイベントとして子ども食堂っていうのをやってるんですね。で、あの音楽のライブがあったりとか、あとはいろんなワークショップがあったり、でその中であのレトロポップで、あの子どもたちにカレー、このカレーをあのみんなにプレゼントしてるというものです ね、 ね、子供食堂楽しいよね。始めたのがそれこそあのコロナがめちゃくちゃ流行った時、やっぱりどこも出れなかったじゃないですか、大人でさえも。で、子供たちも学校もないし、行事もお祭りもなくなっちゃった、楽しいこと全くないっていう時に、本当にそれでいいのかいって俺は思っちゃって、で始めたのがそのイベント型の子ども食堂なんですね。で、少しでも子どもたちに音楽とかそのワークショップとかで楽しさを与えて、で人と人との触れ合うっていう大事さを教えてあげて、でみんなでご飯を食べる楽しさっていうのも教えてあげるっていうのをやりたくて、みんなの協力を得て始められました。ここもともと僕の父と母が始めた店なんですよ。町のその音楽文化というのをまあここからもっと発信したいっていうのがあって、もともと始めた場所なんですね。それを僕がだいたい7年くらい前にこっち戻ってきて継いで、で今やってる状態ですね。僕のおじいちゃんの代くらいからハワイアンっていう音楽がすごいメジャーだったんですよ、この辺は。僕のおじいちゃんもハワイアンで結婚式場とかそういうところで演奏したりとか、街のイベントを盛り上げたりとかしてたので、まあ、その名残で結構フォークシンガーとか、まあ、それこそ僕らの代だったりとかも結構ミュージシャンはいるんですよ、いっぱい。だ結構音楽は盛んだと思いますね。まあ他の例えばライブハウスだったらもっとこうした方がいいよとか、そこの歌詞良くないよとか、多分そういうこともあったりすると思うんですけども、ここ、まあ、もちろん育ててあげたいっていうのもあるけど、何よりも音楽って本当に楽しいもんなんだっていうのを再認識してもらえればなっていうふうに最近は思ってて、そうやっぱり僕ら世代でも音楽仕事にしてそれ食べていきたいっていうけど、どっかダメでやっぱりもう音楽やめちゃったりとかもするけど、やっぱここに出てる年配のバンド、荒川団っていうバンドがいるんですけど、そういうのを見て、うわめっちゃ楽しいじゃん音楽っていう風に、でもう一回音楽やろうっていう人も何人かいて、だから音楽の楽しさっていうのをもう一回なんかちゃんと教えてあげられたらなと思います。もう30過ぎて結構変わりますよね、なんだろう、
夢の形っていうか、あのそれこそ20代まではやっぱりね、あのメジャーデビューして武道館に出るんだっていう風に言ってたんですけど、やっぱ30になってなんだろう、もう一回音楽との付き合い方、この店もやってるしっていうのもあるんで、やっぱ松山を、その音楽で盛り上げていきたいっていうのはやっぱりあるん で子供たち、今子供食堂もやってるから、子供たちにその音楽の楽しさっていうのも伝えていきたいっていうのはあるんで、そうですね、だからそのさっきのこの店の若手のアーティストに向けたのと同じですけど、音楽の楽しさっていうのを自分がちゃんとアピールしてみんなを引っ張っていけたらなっていうふうに思ってます。まあ、ここが12月の12日で、丸15周年になるんですね。でそのタイミングで、移転をすることになってるんですよ。まあ、まだ具体的な日程とかはなくて、まあ、ここの建物の老朽化っていうのもあるんで、そういうのが原因なんですけど、移転してもっとより、なんだろうな、僕の理想とするステージだったりとか店内の内装とかを作っていけたらなとは思うし、もっとなんだろう、カフェだけどちゃんと音もめちゃくちゃいいねここっていう風に言ってもらえるような店作りっていうのを、しっかりとやっていけたらなと思います。 Who's been living here at all?